福岡はバスケ大国。そして今大注目はライジングゼファー福岡。今シーズン10連勝もあり、現在 B2 西地区首位、 B1 昇格へ好発進。そんなライジングの強さの秘密を探るため、彩香ちゃんが潜入リポート。お邪魔します。お、おかげする。バスケならではのキュッキュッっていう青春の音がしてる。この中で一番身長高い誰ですか？グレゴリー・スローター。グレゴリーさん、ナイスミーチュー。見て、握手の位置高い。身長はなんと2メートル13センチ。170センチの彩香ちゃんも見上げるこの高さ。ダンクシュートもこの通り。うわー、すごい、ナイスシュート。この豪快なダンクもさることながら、ライジングの強さの秘密はこのスリーポイントシュート。成功率はなんとリーグ単独トップ。その成功率を引き上げているのが谷口浩樹選手。 40% を超えると超一流と言われる中、谷口選手の成功率はなんと 43.1%。 そこには意外なポイントがあったんです。ボールもらう前の動きだったりとか、そういうところにはかなりこだわってやってます。パスを出しやすい位置に動くとか、マークマンをフェイクとかでずらして、ボールをもらう前にずれた状態でキャッチしてシュートに持っていくっていう、ね、ボールを持つ前の仕掛けはかなり大事にしてます。打つ時のポイントってありますか？一番大事にするのはキャッチですね。一番ハマるポジションに持っていくっていうか、感覚的にあいいなと思った時はキャッチの瞬間で、あ、これ入るわって思います。なるほど。大事なのはシュートを打つ前。まずは自分の周りにスペースを作り、スムーズにシュートを打てる形でボールを受ける。これがスリーポイントシュートの極意なんです。なるべく試合に近いような動きを練習したりとか、そのシチュエーションを想定して練習するっていうことが多いですね。と、ここで彩香ちゃん、どうしても聞きたいことが。誰かに似てるって言われません？最近結構言われますね。え、誰ですか？自分で言うんですか、これ。恥ずかしいな。目黒蓮に。目黒蓮に。爽やかなビジュアルからライジングの目黒蓮の愛称が。そんなライジングのメメこと谷口選手にスリーポイントシュートを教えてもらいました。まずはお手本。うわー、気持ちいい。いいですか、打ってみて。え、待って、届かない。嘘でしょ。コツってあるんですか？この人差し指と中指、うん、これが最後の2本触る指になるので、これをちゃんとリングの方に向くように、まあ、足、お尻とかそれの辺の筋肉を使って全体のバネで飛ばしてあげるような感じ。なるほど、はい、じゃあ結構下からこうパワーを使っていく。そうです、はい、アドバイスを受けて挑戦してみると、4回目。4回目でまさかまさかの大成功。すごい、やった。こんな簡単に決めちゃって。ライジング強さの秘密2つ目はアシストです。アシストは得点につながるラストパス。現在のライジングを支える大きな武器なんです。その立役者こそが地元福津市出身の児玉貴之選手。アシスト数はチームナンバーワンです。児玉選手は何センチですか？165です。165、はい、え、それってチームの中で一番。あ、もう見ての通り小柄な、はい、小柄、いい言葉ですね。
2メートル超えの選手たちに囲まれながらも、小柄な体格を生かしたスピードで大きな選手をかわしてゴールにつながるパスを出す。それが児玉選手のプレースタイルです。いいアシストを生むための要因って具体的にありますか？目線と空間をいかに使えるかっていうところは本当に大事にしていて、目線で相手をずらしてずらして出す気はないよって思わせてポンって出したりとか。ポジションはポイントガード、攻撃を司る司令塔です。シュートを決める人っていうのはやっぱ花形にはなってくるんですけど、自分のパスで味方が気持ちよくシュートを決めてくれた時とか、ポイントガードやってていいなって思う瞬間ではありますね。スラムダンクで言うと宮城亮太ですよね。なんか意識したりするんですか？まあ、前は正直ありました。あのパンチパーマにした時期もありましたし。そうなんだ。なんと宮城亮太を意識してパンチパーマの時期も。このヘアスタイルも児玉選手のこだわりの一つです。髪型こう毎年変えていくことで、新しい気持ちでまた1年頑張るぞっていう。それではここでライジングの宮城こと児玉選手の凄さを体感させてもらいます。ドリブルでこう細かくやったのは、ここに集中させといて、左に行くふりして右に行ったりとか、で最後はリング見てシュート打つかなって思わせてレイアップ行くとか。彩香ちゃんの目線がこちら。全く追いつけず。悔しい。ありがとうございます。楽しかったです。楽しくなかったです。ありがとうございます。そして強さの秘密3つ目がチーム改革。なんと13人中8人が今シーズンから新加入なんです。チームは B リーグが開幕した2016年以降、その主戦場は B2 リーグ。2018-19 シーズンは B1 に昇格するも1年で降格、 B1 定着とはなりませんでした。チームスタッフの加納正弘さんはかつてライジングでプレー。苦しい時期を知るからこそ強い思いが。僕らの時は市の体育館を転々として練習してたり、一般の方が利用されててその中で練習したりとか、昔から福岡の街をバスケットで盛り上げたいっていう思いはあるので、チャンスだと思うので、全員がチームになってやっていかないと B1 にはたどり着けないと思うので。福岡県といったらソフトバンク、アビスパ、それと同じぐらいこうバスケットライジングっていうのも皆さんの中にこう広まっていって愛されるようなチームになればすごく嬉しいかなと思います。何としても B1 昇格を成し遂げて、来季 B1 でプレーできるように頑張りたいなと思いますので、後押しをお願いします。絶対 B1 昇格するぞ。おー